ろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、遅れまして。方向球さんでーす。はい。で、連続、キャンサーというグループは7人のメンバーでやってるんですが、僕がまあ一応、設立者ということでファウンダーってなってるんですけど、まあでもう一人パートナーというので斉藤優吾君がいて、あと5人アーティストがいるんですけれども、その、各、1人ずつと僕が対談していくという、連続企画になっております。で、Q 君は、4人目、はいはい、ですね。で、映像の方は、アーカイブとして、ウェブの方でアップしてます。で、まあ、この対談は、まあ、キャンサーのメンバー5人分の、うん、作家論を集めた書籍を、まあ、ちゃんと形に書籍の形にしたいなと思ってるので、そこの、それにもし、うん、それぞれ、ね、対談みたいなのをつけた方がいいと思うので、アーティストの言葉で、そういうものの、まあ、ネタになればいいなという思いもあってやっております、はいはい、ということですね。で、まあ、何を話すかね、特にね、こんなにね、お客さんがいる感じの、ね、イメージができてなかったので、ね、もっと、ね、ラフな感じでしかイメージしてなかったんですけどもね。まあ、でも、あれじゃないですか、やっぱ、うん、今回出した壁画とか、はい、新作の話とかから始めた方がいい、はいはい。じゃあ、ブラッド、壁からいきましょうか。そうですね。ブラッド・リセンブリング。はい、リセンブリング。で、まあ、あれどうやって作ったか、まず聞くか。そうですね。まあ、経緯から話そうかな。あ、そうだね。うん、まあ、うん、まず、今回このユーカイリオでのキャンサーの展示が、ユーカイリオでやりますよって話が決まったときに、まあ、話した太一君と、まあ、キャンサーのメンバーでスカイプで会議をしたんですね。まあ、スカイプで会議したのは、まあ、京都にいる伊藤さんとかもいらっしゃるので、まあ、みんなが物理的に集まるのは難しいということで、まあ、いつもスカイプとかで僕ら会議しているんですけど、12時ぐらいから、ね、夜の始まるんですけど、朝4時ぐらいまでとかやってるみたいな、誰か寝てんだよなって。うん、まあ、そういう状況でやってた時に、まあ、そのこの展示の、まあ、コンセプトみたいなっていうのを話してみたら、まあ、大まかに説明いただいて、それぞれの作家に、まあ、まあ、これをやれというよりはこういうことを俺は考えてるからお前はこういうことをしてほしいんだみたいな、こう結構まあ割と抽象度の高いオーダーを最初にいただいていて、で、まあ、その中で、まあ、1階にいる僕とアルガシンゴ君が、まあ、この、展示を一つの身体だと捉えたら、まあ、肌であったりとか、その外部に寄せする部分、まあ、サーフェイスだっていう話をしてくれと、まあ、そういうようなことを何か言われたような気がするんですね。まあ、そのサーフェイスがあって向こうに向こう側がある、でそういう想像力の中で仕事をしてくれないかっていうようなことを最初にいただいていて、で、なんかでも正直あんま、その、テーマはというか、まあ、そういうことやってくれって言われた時に僕は全然乗り気じゃなくて、なんでかというと、その、まあ、金瀬君のディスプレイ、僕が作っているディスプレイのシリーズ、60ミリオンビューの、ことを例えに出しながら話してくれたんだけれども、あれってなんかこう、まあ、確かに僕は、ディスプレイの向こう側があるのではないかという仮説ではないんだけれども、ある種の過程を行いながら制作をしておるけれども、でも厳密に言えば、その向こう側はないという、地点にも立っているわけですよ。なんか、ちょっと量子的に向こう側がある、ない、そしてどちらでもあるっていう、なんかその3つのバリエーションの中でこう自分を往復させながら制作しているので、完全にあるっていう立場に立って制作するっていうのは、まあ無理だよって話は、その会議にして、結構若干喧嘩っぽくなったんですけど、その時も。お前はなんか、まあ、今言われてもあんまり納得しないんだよな、その話は。なんかその花咲くんの、なんかそのお前のそんな言い方だと俺は全然やる気が起きないみたいなことまで言って、なんかちょっと一回止めたんだけど、まあ、で、なんかそれからしばらくちょっと時間経って、でもなんかしないとなと思ってた時に、なんかこう、まあ、本当にふわっと、あ、なんか壁画描きたいなと思ったんですよ。なんか、まあ、僕、そのファインアートで、まあ、2014年ぐらいからギャラリーに所属して始めているんですけども、それ以前というのはどちらかというとストリートアートの文脈でずっと活動していて、その中で、まあ、企業とかレストランとかお店とかの大きな壁画だったりとかホテルの壁画とかそういうのを描いてたりもしてたんですね。表現の一環でもあり仕事としても。で、その時に描いてて一番最大のサイズは200平方メーターで、横5メーター、縦10メーターの壁を4面とかそういうのを描いたりとか、すごい非常にでかい空間。中国の鄭州市にあるルメルディアンというホテルです。パーマネントなんで多分まだあると思うんですけど、うん、まあ、そこで書いてた経験とか思い出して、あ、なんか
スケール感のあることをやりたいなと思って、ふわっとこう壁画描けないかなみたいなことを提案したときに、まあなんか意外とゆかりがまさか OK を出してくれて、最初ダメだって言われると思ったんですよ。絶対になんかそんな一個の展示のために外壁も壁画なんて許されないだろうなと思ったら、まさか OK されて、うん、あやっていいんだと思ったら、なんかまあちょっとね騙したみたいなところもあるけど、いやいやあの外壁をね、うん、外壁塗るっていう話があったの。これ話じゃないかな、はい、あの聞 聞いてないか。あのごめんごめん、じゃあ俺が適当にあのなんとなくでやってるのかもしれないけど、OK 出たよみたいなことしか思ってないから。あのこれあの内装をちょっと変えたんですよ。1ヶ月ぐらい休んでて内装に工事が入ってて、はい、で外装も変える、塗り直すっていう予定だったら、そうだったんだ、だから塗り直すんだったらあのなんか絵とか描いた方が良くないですかみたいな感じで、あなるほど、ね、あいいですねみたいな、渡りに船的な感じ、そう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 、ちょうどタイミング OK、 グッドタイミングみたいな、全然知らなかった、うん、で、うん、そうそう、あ塗るんだったら塗るのに金かけるぐらいだったら Q 君に絵描いてもらった方がいいじゃないですかっつって、うん、まあそうそう、まあそれそんな感じ、そういうなんかまあその辺の話は今本当に知ったんですけど、おそうか、で絶対気になってたな、うん、それでまあなんかじゃあ壁画描けるよってなった時に、でもなんかこうなんかその展示会のコンセプトから考えてもなんか綺麗な絵を描いてもなんか本当はつまんないなと思って。いて、うん、でまあ結構ちなみにあの、パネルの絵とかでは花とかはね、あの今でもたまに描いてる、壁画内中とかで花とか描いたりしてるんですよ、うんうん、だけどなんかこう例えばこのさ表参道に近くのさ原宿、まあ、外苑前ですけどこの辺西参道周辺のこう商業施設っていうのがいっぱいあるブティックいっぱいあるところに綺麗な壁画描いてもなんか本当にただの消費財でしかないしクソつまんないんですよね。そういうのってなんか何も想像力とか出てこないじゃないですか、そういう時、うん、で、なんかこう自分のそのストリートアートのキャリアの中にあったすごいそのある種そのまあそういうこう外の空間でエクスプレッションする時のすごい衝動的な部分みたいなところにもう一度戻って仕事をしたいなと思ったんですよね。それはまあファインアートだからこそむしろできるだろうと思ったっていう感じで、それで考えてた時にまあずっと消火器を使いたかったのに、消火器消火器、そう消火器使いたくて、うん、っていうのもまあグラフィンの世界では2010年代後半ぐらいからですかね、消火器使った、まあ、表現っていうかもうほとんど破壊行為なんですけど、グラフィティね、グラフィティ、うん、まあニューヨークとかで特にトレンドになってて、あそうなの、はい、ニューヨークにいるカッツっていう、ああそうなの、あいつが、いや0年代頭ぐらいからかな、2003、2年ぐらいからニューヨークで異常にでかい、まあ、タグっていうか、まあ要は、タグって言っても分かりづらいか、サインですね、名前超でかいんですよ、もっと縦10メーター、横20メーターとかある巨大なサインを書いてて、うん、もう普通にどう考えてもスプレーで書けないスケール感のものを書いてて、まあ、そのぐらいから消火器使ってんだっていうのが分かったんですよね、うん、で、まあ、それは彼らがやっぱ改造し方を見つけるんですよ、自分たちで。で、まあ、グラフィティライターって基本的にその道具っていうのがグラフィティ用の道具なんてさ、まあ、ない、まあ、今はあるんですけど、グラフィティ用のスプレーとかマーカーとかってあるんですけど、最初はなかったんですよね、何も。だから僕がグラフィティやってた当時っていうのはこう何のスプレー缶がグラフィティに使えるものなのかっていうのをまず自分たちで調べなきゃいけなかった。だからホームセンターとか行って、売ってるスプレー缶のノズルを片っ端からもいで、自分で家でこう全部試してみて、あ俺はこういう風に全部使えるなとか、あこれダメだなとか、そういうのいろいろやったりとか、あとマーカーとかも、より太く大きく書きたいとかそういう欲望がやっぱあるんですよね。やっぱ目立った方がいいから、うん、だからこうあの車の窓ガラスとかにこうあの雨よけ、はいはいはい、撥水剤とかに使える、うんうん、ガラコってあるじゃないですか、うんうんうん、あれすごい丸くてこのくらい大きいんですけど、うん、それを中にインク詰め替えて改造したりとか、まあ、そういう DIY で自分の道具を作るっていう文化がもともとあったから、消火器っていうのは、まあ、その延長線でおそらくできてきてて、うん、まあ、要は言ったらでかいスプレー缶なんですね、うんうんうん、で、まあ、ちょっとあいつら改造できてるし、できるだろうと思って、ちょっと消火器の構造を調べて、まあ、
と2種類のタイプがあることが分かって、片方は結構容易に改造できそうだったんで Amazon で大量に買って中身を開けて、詰め替えたりとかしたんですけど、まあその時になんかこう、でもなんかこう、まあ消火器を使った、まあ、ちょっとファイグラフィティまたはストリートアート、そして、ファインアートに接近した表現をやっている作家っていうのは実はもうすでに、リファレンスがいて、KR っていう作家がいるんですね、ニューヨークの。で彼は自分であのクリンクっていうインクも作ってる。でそのインクを消火器の中に入れてこうバーッと拭くと、すごいこう、粘度が低い、粘度が高い、低いのか低いインクなんですごい垂れるんですよ、バーッて。うんうん、でまあ、そういうのをリファレンスにし始めて、でもなんかまあこれの再生産してもしょうがねえなっていうことで、まあ、だったらこう僕がまあいつも使ってる蛍光トイレのメーカーさんとかとちょっといろいろ相談してみて、その屋外とか道路工事とか、ヘリポートとかのサイン用に使われてる蛍光トイレっていうのがあって、耐候性のすごい強い、まあ、そういうのがありますよって教えてもらったり、あなんか道路とかに書かれて使われてる蛍光トイレで思いっきり吹きつけるのすげえ楽しそうだなみたいなことを、まあ、単純にこうふわっと運動神経的に考えるわけ。道路にも吹きつけちゃってるけど、まあ、まああれ事故なんですけどまあなんかなんていうんだろう、まあそういうなんだろう、人の、目線をどうしても引いてしまうように意図的に作られてるんですよね、蛍光トリオってやっぱり、うんうん、あんな色自然界にないんで、でそういうのを使ってこう本当にそのグラフィティの、まあ、バンダルっていうんですけど、破壊性が、うん、バンダリズム、そう破壊性が強い表現の バンダリズムからバンダルっていう、うん、まあ、ちょっと動詞的な違い方をしてるんですけど、うんうん、バンダルの表現をするときにこう外壁にあの蛍光の赤がものすごいこう吹きつけられているっていう状況はなんかちょっとなんか流血してるみたいで面白いんじゃねえかなと思ったところからが、まあ、作品にしようかなと思ったきっかけですかね、具体的に、うんうん、でまあ、それでまあ、実際やったのは5日の夜かな、うん、まあそれぐらいだったのね、5日の深夜かなんかに、うん、まあ、ちょっと隣のビルとか養生してこうスプレーカーを、あスプレーカーじゃない小学校持ってって吹きつけたんですけど、あのその多分3階のこのくらいまで届いてるんですね、多分僕らの高さぐらいまで届いてて、うん、でもそれ地上からもうそのまま飛んでったんですよ。でまあちょっと花咲くんの途中で配信してたんで、もしまだそれ残ってれば残ってるよ、動画で見れるかもしれないですけど、なんかあの本当になんか3キロの絵の具を15秒で発射するんですね。とんでもない圧力で出るわけですよ。だからそれは3回まで届くわっていう距離で出るんですけど、3キロ3キロ3キロ普通に人間こう3キロ打ってちょっとなるようなことを15秒で全部出すの、ものすごい暴力性なんですよ。もうだから消火器っていうものがこう火を消すための安全的な、まあまあ、防災用具なんだけれども、うん、そのなんか構造が持っているある種の暴力性みたいなものがあって、うん、でそれをこう違う用途に置き換えてしまった時に、うん、発揮されるこう攻撃性ってやっぱ凄まじくて、本当にやっぱこう、まあ ここで言っていいか分かんないけど、あえて言うと、まあ、周辺住民に恐怖を与えてしまったなんかとんでもないこと起きてんなって思われて、でも実際僕がやりたかったのはやっぱそういうショッキングなことをやりたかったんですよ。子供とかすごい見ていく、ね、そうそうそう、ていうか何だろう、結構大人はなんか「ん？ちょっとこれ」みたいな、なんか危険な匂いを感じたりするけど、子供はなんか何これ具体的に言うと犯罪だと思われるんですよね、まず最初に。でも、まあ僕は一応このオーナーとか、まあ、所有者に許可を取ってやってるから違法性はないわけですよ、うん、だけど違法性がなくても表彰そのものから何かそういう、ショッキングな印象が生まれると無意識にみんな事件性みたいなことを言い出すんですよね。結構この展示見に来た時に壁画を見た人たちが事件性があるねって言ってきて、事件性っていうのは事件ではないんですよね、イコール事件がある感じが事件性というか、微妙にそれは違っていて、みんな事件性事件性って言ってるの、なんか、まあ、俺は確かにショッキングなものを目指したけれども、事件性とかそういった言葉がこうここまで強く出てくるのがすごい面白いなと思う。まあ、それはやっぱりこの赤っていう警戒色だったりとか、それだけ注意を引くことをやっていたりとかするっていうのは、まあ、やっぱあの量の絵の具があんなに飛び散るっていうのは、まあ普通に除去してることが起きてるはずなんで、まあ、そういう反応されるんだけど、でもその時にみんなこう、無意識にその何だろう、何かがあっただろうっていうことを痕跡から読み取るんだけど、その時に
犯罪性であったりとかっていうのに接近したニュアンスを帯びてしまう。で、僕はそこまで完全に意図したわけではなくて、むしろ、あ、こういう反応が返ってくるのかっていうような素朴な驚きが結構ありました。それは、まあ、なんていうんだろうな。だから、こういう商業地域の中で、ああいう暴力性のある、そしてわけのわからないことが突然起きると、みんな無意識にそういう、なんだろう、社会行為から逸脱した犯罪だというニュアンスを帯びてしまうっていうのは、なんかこう、見る人たちの想像力が少し偏ってるのかなっていう感覚が実際あった。なんか、わけがわからないことをわけがわからないまま受容できないというか、うん、何かしらの、まあ、インシデントが起きたんだろうっていうふうに思ってしまうっていうのは、なんか、そう。だからそういう反応を見れたっていう意味では、なんかすごい、まあ、いい作品になったなと思ってますね。はい、まあ、僕、実は事件性、俺、そういうのにすごい、こう、なんていうか、ある意味鈍感っていうか、うん、鈍感だし、悪く言えば鈍感、うん、よく言えば寛容。うんうん、だから、まあ、いろいろ言われたり、言われたりというか、なんかまあ、問題あるけどね。まあ、はい、問題ない、問題ない。もう、いろいろ飛び散ったりとかっていう問題はあるから、まあ、で、うん、そういうのは、まあ、まあ、面倒くさいなっていうか、まあ、面倒くさいなぐらい、ね、っていうぐらい、うん、だから、あんまりその事件性、事件、で、書いてくれた人がいたんですよ、うん、あ、そうそうそう、韓国に留学してる日本人なのかな、よくわかんないけど、うん、多分何さんかな、菅野さんみたいな、菅野さんみたいな、そんな感じだったら、ツイッターのアカウント名が K40 かな、うん、あ、そんな名前なの、うん、あ、そっか、そんな感じだった。そんな人で、普段はコリアンで、韓国語で、ハングルでツイートしてるんですけど、まあ、今回 の、そのツイッターで、まあ、みんな事件性事件性って言ってることについて、まあ、日本語でもちゃんとブログで、書き直してくれていて、で、まあ、その彼の分析はとてもやっぱり面白くて、その事件っていうものと事件性っていうのは実は、全然違う意味を持っていて、でもその事件性って言ってる時に、その出来事そのものを示すわけではないっていうことがむしろこの作品の本質部分に近くて、何かがあっただろうっていう状態なんですよね。でも何があったかっていうのは何もないんですよ、実は。合法的に絵を描いただけでしかない。でもそこに対してこうそういう表彰を与えれば勝手にそういうのが立ち上がってくるんだっていう、まあ、なんていうんだろう、プロトコルみたいなものが見えるっていうのは僕はこの作品の面白さなのかなとは自分では思ってます。うんうん、ただね、僕は彼の、僕はね、事件性という、僕が書くんだったら絶対そういうことを書かないなと思ったし、今回全然違う、超ゴリゴリの美術っぽいことを書いてるんだけどね、僕のリーフレットの方はね。あ、だからその話後からするけど、モダジェム、うん、ペインティングの話ですね。なんだけど、事件性っていうのでね、僕だったらよ、僕だったらあの話どうやって書くかなっていうのはやっぱどうしても考えちゃうんだけど、うん、その時に思ったのはね、やっぱりね、あれでしたよ、踊る大捜査線だったで、会議室じゃないと、うん、そう、事件は会議室で起きてる、事件はギャラリーで起きてるんじゃない、違う、事件は会議室で起きてるんじゃない、うん、現場で起きてるんだって言うじゃん。でもな、現場って映画の中じゃん、うん、まあそうなんだよ、だから現場ねえんだよ、実は、うんうんうん、まあね、っていう、うん、っていう俺だったら書き方をするなっていう、映画っていうかシアター、シアトリカルなものとして、うん、俺だったら書いただろうなっていう、まあ、そうだね、うん、まあ実際僕はその過去の経験の中で犯罪現場の、まあ、まさに当事者になったことあるんですけども、うん、あんなにドラマティックなものじゃないんですよ、犯罪現場っていうのは、うん、日常がそのままなんかパッと日常の中で何の変哲もない感じで起きるんですよ、事件って、うん、基本的に。そうそうそう、何でもない、そう、うん、でも幸せだったと思う。よく見るとなんか、いやもうスルスルけどごめんねいや今日なんか空気がちょっと硬いからさ、うん、で、ちょっと質問、はい、誰がいらっしゃったんですか、その事件、事件というのは今さっき話した販売公演、まあ、グラフィティ、あ、はい、あ、そうですね、10代の頃グラフィティになっていて、16から21ぐらいまでやってたんですけども、まあ、16からやってたんで、まあ、その時に1回捕まっていて、で、まあ、まあ、大体、まあ、普通に外で書いてて、通報されて、警察来て逃げて、まあ、
1回は、友達が捕まっちゃったから僕が自首したのと、もう1つは、ずっと逃げ続けてたら先に捕まった友達が、自白しちゃってうちに家宅捜索令状を持ってやってくるっていう。もう捕まったの？はい、普通に。あ、じゃあ前回2班。あ、でもまあ19歳までなんで、まだ出来事だったんで、まあ、ギリギリ未成年だったんで、まあ、犯罪歴は残ってないと思うんですけど、まあでもやっぱその時に結構まあ、2回目の時は、1週間ちょっと入ってて、まあ、交流期限限界まで入ってて、しかも、接近禁止っていうのが2週間だからな、10日以上入ってたんでしょ。そうそうそう、すげえ長くやられてる。いや結構しんどいんですよ。口割れないからな、まあ、ここでなんか変な自慢してもしょうがないんですけど、うん、やっぱ実際やっぱそのなんだろう、法の定めてる境界線みたいなのをすごいその時には感じさられて、でも2週間留置所に入って接近禁止っていう、まあ要はその、まだ逃げてるやつがいたんで、いや面会に来たやつがなんかそのこう伝聞とかしないようにっていうことで何も情報を入れられないようにされてて、まずだってね、俺すごいこれは屈辱だなって、まず人権を奪われるんだと、まあそうだね、で入るときにあのこうケツの穴見せるらしいんだよね。あ、そうそうそう、あいっつってこうやって見せるらしい。それともなんかね、あ、OK みたいな感じなんか隠してないかっていうことで、まあ、要はやっぱすげえなーと思う、すごい技術だなと思う、ね、狂気を持って入らないよ、ね、うん、でそれはなんでかというと、誰かを傷つけないためじゃとか、うん、そういうだけで自殺しないためのが一番強いんだよね、うんうん、幼稚園の中で自殺する人多いからトイレにも窓ついてたりと か、うん、なんかまあそういうのがあって、要は自分の今までこう、保護されてた権利っていうのはどんどん奪われていくわけですよ。いきなりな、ケツの穴を隠す権利あるよな、うん、だから、好きな物を食べ、うん、好きな音楽を聴き、好きなものを見て、好きな時に好きな時間に寝ると、歩きたいところを歩くとか、歩くな、うん、入りたい時に風呂に入るとか、うん、そういうのはものすごいこう法の中で保障された自由なんだっていうのを、まあ、未成年の時に感じたわけですね、うん、もう本当に情報全部遮断されてて、ものすごいこう19歳の少年にとっては孤独なんですよ。でそれでも辛くて辛くて、でこう新聞だけは読ませてくれる、うんうん、でもその新聞の時に配置オールシーンこのくらいの小さい広告があって、それに出てた中谷美紀がすごい綺麗に見えた。やっぱね、情報が入ってこないだけですごいんですよ。あとなんかあのラジオとかも夕飯の後かけてくれて、そこで中島美嘉のなんか曲がかかった時とかに泣いちゃったりとかね、うん、あ、冬だったのかな。そうそうそう、なんかもうメンタルがこうどんどん削られていってるから、ちょっとした刺激で感情が壊れるんですよ、うん、泣いちゃったりして。そうそうそう、でもやっぱ それだけ人間っていうのは簡単に、なんだろう、コントロールできるし奪えるんだって。まあそれのプロだから、ね。そうそうそう。国家というものはそれのプロだよね。うん、そうそう。それの管理してる人たちなんで、ね、うん、まあ、それをまざまざと見せつけられて、まあそのぐらいから、なんかその非合法の世界ではなくて合法的な空間で自分の表現をやりたいなと思った。非合法の世界から合法の世界へ。ようこそ。はい。まあ要は非合法の非合法は非合法で、ある種の自由が保障されるんですよ。それは自分のやりたいようにやれる。だけどその自分のやりたいようにやるときにある種の制約が課されるんですよ。それは警察に捕まらないようにするとか、短時間で行動しなければならないとか、常に神経を張らなければいけないとか、なんかまあいろいろこう制約は常にある。要は自由を求めてアウトローになったとしても、アウトローにはアウトローの規範を求められるということですね。 でも自分のやりたい表現がそっちに合ってないんじゃないのかなって、まあ留置の中で冷静に自分のことを分析する時間が長かったんです。それを考えたときに、まあ、じゃあ俺は自分のやりたいことをじっくりやれる環境を手に入れなきゃならということで、まあ、徐々にこう、まあ、石が転がるようにしてカインアートの世界に入ってきたということなんです。おお、かっこいいね。ローリングストーンズ、ローリングストーンズ、うまくいったでしょ。今かっこよかった。いや、まあ、まあそういう経験があったからこそ、何かその何ですかね、だから僕からしていれば何も悪いことしてないわけですよ。誰もの何だろう、誰もの権利も侵害してないし、誰も、まあ、外の壁でついてるんですけど、あの誰も傷つけてはいない、物理的に。全てもう合法的な手続きにのっとって行った。しかし、その結果の中で、表彰のレベルで、そういった事件性みたいなものが立ち上がってしまうっていうことが、すごいこう奇妙なことにも思えるし、なんかそういう、なんかある種の読み込みの中にバイアス入ってんじゃないのかなっていう気もしました。なんかそういう想像力は、なんかわけわからない暴力的なことでも誰も傷つけていないっていうことが世の中あってもいいはずなのに、それを何かこう、まあなんだろうな、危険な行為のように
無意識に受け取られてしまうバイアスがあるのかな。うん、まあそうだよね。まあそういうふうに取られることはよくありますよね。あのまあっていうかね、そのあんまりこうキャンサーで僕は社会的な話をあんまりしたくないっていうのがちょっとあって、ああなるほど、というのが巻き込まれるのでちょっと面倒くさいし、いやもう十分共犯だよ。いやだからこれはいい、だから物なんていうか現実的にあのなんていうの仕事するのは別に構わないのが、うん、特に。あ、まあそれについて何かこう問題関係をするとというか、それ自体が作品の本質なのだと思われたらそれは違いますって僕は言う。あ、まあそれはそうですよ、うん、あのそれっていうこと、うん、だから本質は、うん、だからさっきも話したように本質っていうものは、そうそうそう、だからに限って言うとないんですよ。だから状況論の話もしたのは別にするときはするよ、僕もするけど、うん、もうそういう話になるとね、あのリーディングミュージアムとか何でもいいんだけど、いやだからとにかく面白い議論にならないからもう僕はもうやりたくないのよ。で最近の、まあまあ、うん、あ、まあ、まあ、ごめんごめん、ちょっとそれ脱線するんで、それはちょっとリーディングミュージアムの話やめてください。うん、やめるやめる、うん、で二次会でしょ。そうそうそう、で二次会でももうない、もういいや、もういいや、要するにね、社会というかね、うん、まあ社会というか一応社会と、何かしらの圧力が生まれるというのは、うん、まあしょうがないよね、アートってさ。いや、そう、てかむしろなんかそれはまああれだろうなと思ってた、うん、だけど、なんて言うんだろう、こうもっと個人的な、印象であったりとかそういったところから生じる批判とかがあるかなと思ってた。ああ、なんか、なんか、あ、分かった、うん、だけど思った以上にそういう、なんだろう、社会的なバイアスの入った、反応みたいなのが結構多くて、まあでもね、半分ぐらい言い訳なんだと思う。だからそれね、どっちが先かっていうのはすごく難しい、うん、つまり社会が我々を規定しているし、うん、我々が社会を規定しているので、まあそうですね、ね、どういうふうに言語として、問題があるというふうに言うときね、うん、社会的に問題があるというか、私は嫌だというかっていうのはものすごく曖昧なところなので、うんうん、やっぱり批判というかね、この単純に不快に思うという人がいるというのは確かだろう、ね、まあ別にそれはいいんですよ、うん、不快な人がいるのは別によくて、まあ、そもそも気持ちよくしようとしてないから俺は、うん、でもまあそれが問題だという人も当然いるわけよね。いやまあでもそれが問題だっていうのは別にその人が言えばいいんじゃないの、うん、別に俺はそれどうでもいいことだから、うん、いやでもだから そこが個人とその社会っていうのが、その不快に思うというものが、うん、社会自体がそういう構造になっている可能性はまああるわけ。あ、そう。だからまあ面倒もそれはあるんですよね。まあまあだからね、別にだから芸術は岡本太郎的に言おうかね。いや言わなくていい。岡本太郎的に言わなくていい。話した大切に言ってください。美しくあってはならないで。まあ芸術は失敗だから俺の言葉で言うと、ね、だからまあいいですよ。いやそうそう、だから別にそれはいいんですよ。でも、まあ、なんて言うんだろう、いややりにくい社会だっていうのそれそれだけど、まあ要はさ、赤を選んだのとかもさ、ただ単に俺が赤好きなだけなんですよ、うん、実際、うん、そんなになんかこの血の色みたいだからちょっと面白いなとか思ってるけど、まあ本当にまあ一番最初は赤好きとかそういう話なんですね。でなんか言ったらこう中身を今回壁画のこの意味っていうのものっていうのを結構何も詰めないようにしたんですよね。そうだったね、うん、今回、まあ、実はね、まあ、最初の案はもうちょっとイメージとかあったりとか、うん、あるいはさらにその前に一番初めに言ったことになるとものすごいこう視覚的な、うん、テーマにしてたりとかね、うん、まあ、変遷があってね、やっぱりこれ出来上がってる展覧会なので、そうね、最終的に最もこう意味から解放されたところに行ったね、うん、そう、なんかこう、うん、できたものはね、まあ制作者としての僕はそういう何かしらの意味を引きつける可能性は理解してても自分から意味を投げ込まないようにしていたんですよ。だから言ったら中身は空っぽなんですよ。空っぽの中身の外側に何かいろいろすごいまとわりついたなっていうのが印象としてあって、うん、でもそれがある種作品が、持ってるその表面性なんだと思うんですよ、うん、その表面を見てその向こう側とかの話は意外となくなっちゃうっていうか、うん、表面からこっち側の空間の話ばかりが満ちていく。うん、だからでもそれがギャラリーの外壁にあるっていうのは別になんか今回の展示のテーマではいいのかな。だからテーマは最終的に一貫したのだと思うのね、うん、初めの時はまあ実はその外からしか見れないような作品っていうものを考えてて、うん、
でその次に壁画やるって言った時には、あの俺キースヘリング描くからって言ってたね。あ、そうそうそう。で、それ面白いわと思った。お、そりゃいいなって、あそこね。オンサンデスのやつなくなってるから。オンサンデス、昔のオンサンデスのところが潰れたんですよ。うん、潰れたっていうか、あの、うん、ね、あのインベーダーとか、うん、あの描いてた、あ、壁あったでしょ。あれ、あの潰れたっていうか、まあ、残してるけどね、うん、渡さんが。で、あれがなくなったから、じゃあなくなったからそのあキースの代わりに俺がキースヘリングを描くと、そうそうこれは面白いと思って、うん、でもなんか、でもなんかね、だんだんね、なんかね、でも別にキースヘリング俺そんな描きたくないと思って、そりゃそうだよね。で俺もそう言われて、まあそりゃそうだろうなってちょっと面白いのは面白かったよね。あとちょっとなんかそのアイデアは確かに面白いんだけど、あまりいいの。なんかちょっとなんだろう。アートファンに迎合しすぎててつまんねえなと思ったんだよ、ね。うん、まあネタ的にね、そうそうそう、すっごいキャッチーだったけど、ね、うん、でもなんかそういうことしたいわけじゃないじゃん実際。そうよね、あの、うん、そうだよね、あのその辺はあのポップアーティスト的な振る舞いとはちょっと違うんだよね、うん、キュウ君ってね、あの見た目はポップアーティストみたいな格好してんだけど、うん、まあ見たいことだから、作品の作り方っていうのはポップからちょっと離れた、シポップとは全く違う感じよね。まあそうですね、まあポップのあんま好きなんですよ、うん、好きなんだけど、まあ、でもそれ仕事としてやってるな、やってる時はナイキと、うん、まあそういう運動してるすっげえナイキついてるけど、これあの抜け目さんっていうファッションデザイナーであるアーティストの友人が、じゃあ俺とあの同居なのか、そう、一緒にナイキの仕事をした時に彼がそのナイキから許可を許諾をいただいて作ったナイキのロゴのフリッチ刺繍のパッドで保管したんですよ、さっきの。あ、そうなの、こういうなんか人前に出る時に着るっていう。なるほどなるほどなるほど。宣伝してくれた。そうそう。で、だから抜け目が作ったと言わなきゃいけない。まあまあそれはそれ、まあ、そういったものとあの殴り合うんですよ。やっぱり、うん、広告よりも目引かなきゃグラフィティなんてクソなんで。うん、そういうまあ対立関係にもあって、で、うん、外では。だからまあ、うん、あんま自分のそういうラディカルな衝動に従った時に変になんかね。うん、みんなのなんか喜びそうなことするのも尺だなってやめたんですよ。まあ喜んでたよみんな。うん、結果として喜んだよね。まあ、うん、まあでもなんて言うんだろう。ただでもね、これに関してはなんかその状況的に言うと僕なんかのあのもっとやっちゃいなよっていうメッセージにはなったっていうのことについては良かったかなと思う。そうそう、若いアーティストとかによ。まあそうですね、やっちゃいなっていう。そうだから やっちゃいなっていうか、やれるっていうことはまあ見せたいってない。やることは可能。うん。でかでもやるだけならね。うん、まあそれはそうですよ。どのいかなる行為もやるだけだったら可能なんですよ。うん、だけど何かこう表現だけにとどまらず全ての行為についてもそうだと思うんだけども、想像できないことはできないんですよ。大体。あ、それはそうか。うん。だからそのこういうこともあり得るんだっていう想像力をまず広げていかないといけないと思うし、めっちゃその通りですよ。だから、まあ、だからさっきそのこの辺が商業地域だよねって話をしたのはそれなんですよ。だから要は東京って今その、まあ、このエリアだけじゃなくて全体的にその商業主義がすごく、まあ、ランドスケープとして広がり続けていて、値札がつかないものてか値段がつかないものっていうのが、都市の中から少しずつ消えていってる。まあそれはオリンピックが近づいてるからとかもあるんだろうけど、グラフィティとかも本当にすごい排除されやすくなってるし、例えば、うん、でなんかそのグラフィティが社会の中で正しい行為だとは僕は思わないんですよ。もちろん破壊行為だから、うんうん、だけどやりたいやつはやりゃいいと思うけど、うん、そういうなんだろう、全てが消費財としてあってそれしかない景色を見ていると、なんか自分ができることって何もなくなっちゃうような気がするから、うん、少なくともとは、うん、そういう状況に陥らないために定期的に訳のわからないことをしなきゃいけないと思っていて、うん、自分でも、そうそうそう、だから去年の、4月に、銀座24アワースクワードっていう、イベントやったんですね。銀座の、月屋橋交差点からちょっと一本入ったところにある松崎ビル、松崎せんべいっていうせんべい屋さんがあったビルが建て替えに伴って壊すんで、壊す前に、ビルが開くからなんか好きなことしていいよっていうオーナーから許可をもらって24時間だけオープンさせて、その 3フロアを借りたんですけど、3フロアに、DJ ブース作ったりとか、あと現代美術の作品をバンバン入れさせたりとか、若いアーティストとかって、あと24時間合コンしてたりとか、映像切り売り素材屋さんとか
そういうの店をやってる子たちいたりとか、まあ、めちゃくちゃなことやったんですよね。本当にめちゃくちゃだったので、めちゃくちゃすぎて、なんかこう要は既存のクラブイベントのバックアウトでもないし、まあ、そんなことやらないんですからね、基本みんなクラブでやるから。あと、まあ、美術の展示でもハイビル、まあ、まあ使うのはないですね。そんな多くはない。ないわけじゃないけど、前例はあると思いますけど。でもまあ、なんかとりあえず、なんか一つでもこう一緒に、まあ、一つのジャンルに収められないめちゃくちゃなことをその時やったし、で、それはやっぱすごいこう、その時やっぱ全員こう声かけたアーティストは若手たちで、やっぱその若いアーティストたちに、なんかこう、こんな場所でこんなことできるんだよっていうことは見せたかったから、やっぱそういうこう、若い下の世代に対するこう、ある種のフォローというか、なんだろうな、まあ、上の世代としてこういうことがありえるし、こういう想像力を持てれば、きっとお前らにはお前らでなんかできることがあるだろうっていう感じでやってます。うん、そうそう、まあ、だから、この外壁もまあ、ある種そういう意味もあります。そうですよね。結局そうなんだね。まあ、うん、そういう感じかな。まあ、塗り直さなきゃいけないんだけど。そうだね。まあ、あと、まあ、あの、こう、まあ、荒川さん的なオマージュの文脈で言うと、やっぱこう、荒川さんは、まあ、建築になると言ったわけじゃないですか。まあ、要約すると、うん。自分自身が。だから知らないと。うん、まあ、ちょっとそれも違うんだけどね。まあ、まあ、まあいいや、でも知らないと。知らない。で、建築、まあそうね、外部にある。うん、そうそう。空間を作る。環境を作る。うん、まあ、建築に なったんだったら、まあ、建築から血が流れてもいいだろうあっていうことですよね。だから外側だから。まあでもな、それ非常に表彰的な言い方でも。まあ、だから表彰なんですよ。うん、まあまあでもいいや、うん。そろそろちょっと別の。はい。なんか九君今日硬いな。トークが。ちゃんと。なんで？ちゃんとしてる。なんかいつももっと適当な。今日なんかすごいちゃんと説明してるね。自分の仕事のさ。あ、なんか、ね、多分ね、最近ね、うん、ずっと子供の面倒ばっかり見てて、うん、人と話してなかったんですよ。ああ、喋り方家族以外と、うん。だから外に出て、うん、人と話すと楽しくて、うん、サービス精神が今すごいんですよ。ああ、だから俺こんなことしたの、ちゃんと説明してあげようみたいな。そうそうそう、細かく説明してるよね。うん、もうすげえ細かいなと思って。大体俺知ってるからさ。お前が知ってても別にいいじゃん。いや、俺とが大変なんだから。そうか。お前が知らないこと何かあるの？何？お前が知らないこと何かあるの？いっぱいあるだろ、お前が知らない。それあるだろ、お前。ね、何の話してたの？あ、さっき話しようとしてたことを俺も忘れてしまった。ああ、そうだな。まずね、想像力の解放について。はい、うん。想像力の解放については全くその通りで、荒川さんはまさにね、いろんな想像力を解放してくれた人ですよね。うん、あの車は自分の俺らの体よりちっちゃくなきゃいけないとかな。めちゃくちゃね。富士山がそんなに富士山が好きならなぜ富士山を作らないんだ。マジ最高だよ、最高だよ。本当だーって思うんだよ、ね。俺は本当ですね、荒川さん。そうですねってなるんだよね。そりゃそうだとね。いいのが眺めるとか。やっぱさ、あのくらいのさパンチラインを言えるようになりたいよね。いい、あんなのね、2兆くらいあったら作れるんだみたいな。確かにそうかも。何考えて言ってるのか。いやか、どうなんだろうね。荒川さんでもな、結構そういうビジネス的なことはよく考えてたな。あの2兆じゃ富士山作れねえんじゃないかな。わかんない。だから富士山でもどうやって作るのかよくわかんないけど。そうなんだよね。まあでもね、なんかそういうさ、なんかさ、なんていうんだろう、言葉にしてみて、うん、そう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 、その通り。想像してみてって。まず言葉にするってことが大事ね。うん、そうそう、うん。あと、言葉にするっていうかね、あの、荒川さんの言葉で言うと、自分が驚くような言葉を常に使わなければいけない。自分が驚かないような言葉を使うなっていうふうに言ってたね。うん、そうそう、それすごい分かるよね。うん、で、だから、あの、俺もね、あのキャンサーで、あの皇居ラピュタかとか言ってるわけ。あの、想像力が一気に広がるじゃない。あれいいでしょ。まあ、あれ俺好きなの。お前が好きなの分かってるよ。いやでもなんかさ、皇居ラピュタかはさ、なんかちょっといまいち、なんか別に皇居どうでもいいんちゃうんだよ。いやいや、どうでもいいよ別に。どうでもいいかけど、でもラピュタはいいじゃん。浮いてるのはいいだろ。浮いてるんだぞ、島が。これはいいぞ。あ、うんうん、夢がある、うん、あ、ちょっと分かってきたよ。分かるだろ、うん、ちょっと分かってきた、うん、だから俺にとっては皇居も大事なんだよ、まあ、もちろんね、うん、だそれを別にあの君に強制する気はないが、しかしあの島が浮いてるのがいいんでしょう。それはそうでしょ。それはそれはやろう、うん、ね、やろう、うん、
やっぱなんか、なんか変、なんかさ、すごい質量のものがさ、空中にあると最高ですよね。でしょ、うん、どうなるのかなって、こう、想像がね、できないのよね、まだね、リアルにね。やっぱそこはね、ちょっと実現に向けて頑張っていきたいなって。ただ、あとは墓作るとかね。あ、それは茶室も絶対やる、あれは。墓作りたいですね、古墳。古墳作りたいのよ。うん、キャンサー古墳。キャンサー古墳。あのただね、キャンサー古墳はね、結構ね、あのかなり現実性が高いというか、もう絶対現実性高いんじゃない俺の中ではすごい現実性高いの。なんかすでにね、山候補はいくつかあって。山候補、はい、山とりあえず買わなきゃいけないから。はいはい、山で、日本は土地が安くなってるし、あとあの僕ら世代ぐらいの人たちって、結構おじいちゃんおばあちゃんが山を持ってる人たちとかが、どうにも手がつけられない山みたいなのもが、受け継いで私どうしようみたいな人がいるんですよ。でその中の、まあ、この近く、まあ、やっぱり東京、まあ、やっぱ日本がいいと思ってるので、日本のどこかで比較、まあ、やっぱある程度アクセスがいいところっていうか、車でぐらいで、ね、まあ、行けるところがいいので、それでまあちょっと、まあ、先に早めに買っちゃいたいなとは思ってる。山を、はい、で、人生をかけてね、我々はこう削ったり。俺らが削るの何だよそれ。やっぱテレコンとかでやらないと無理なんじゃないと思うから。いや、ちょっとずつやっていこうよ。なんかさ、それさ、すごいさ、山のどっかにさ、ちっちゃいさ、キャンサー古墳みたいな、しょうもないのができるおつなんじゃないでも、初め俺それでいいと思ってるの。だから、俺のプランではだんだん俺ら有名になっていって、1億円プレイヤーとか出てくると思うんだよ。で、1億円プレイヤーが出てきたら、その1億、金突っ込んでくれたら、金突っ込む前提なんですね。突っ込んでくれるというらしいんです。まあでも、なんかその、墓を作るっていうのは確かに面白いでしょ。なんかその、やっぱ、結構さ、古代のものに残ってるもの墓とか多いじゃん。しかないのよ。そうそうそう。それすごく重要でしょ。やっぱピラミッドとかね、古墳もそうだけど。ね、なんだよ。なんかやっぱ死者があるとさ、触れなくなるんだろうね。簡単に。もうあるし、墓だと思ってるだけなのかもしれないんだけど、俺らがな、もしかしたら。墓じゃない可能性もあるけどね。あ、うん、いやでもなんか墓が残りやすいっていうのはわかるよ。なんかあのさ、うん、今年、まあ、去年の12月とか今年の1月にかけてやってた、カオスラージュの神経、いわき神経実際の、うん、それのまあ展示をやる前の実際のリサーチの前、調査に行ってた段階で、黒瀬洋平君たち と、いわきのその泉、旧泉藩の旧藩領にある、廃仏毀釈運動で、潰された60のお寺を回ったんですね。で60のお寺のうち2軒しか再建されてなくて、他全部廃寺になってて荒れ地になってたりとかするんだけど、行くともう墓だけ残ってるんですよ。で寺とかそういう宗教施設は破壊できるんだけど、墓は親類縁者が眠ってたりするから、みんな触れないままそこにこう残され続けるんですよね、うん、で、なんかで無縁仏になってやっと、うん、売っちゃれるような移動されるとか、そうそうそう、まとめられる、そうだから遊園の状態を動かせなくなるっていうのは結構強くて、あ、だからね、俺でもね、それね、遊園にするかどうかっていや、でもだから、でも無縁でもいいんだよ。だから無縁でも動かせないぐらい巨大にするしかないんだ。いや、巨大って、まあ、てか動かせない、山だから。山だから。で、山だからもいいんだよ。あと、いやでもそしたら、浮かせるしかない。そう、浮かせたら。そう、だからそうすると動かせない。またそこで、山も動かせるんだよとか、あ、そうだ。あ、まあ、でもそれはフランシスサイズ言ってるな、それダメだな。フランシスサイズ言ってるんだ。山を動かす。山を押したりするの、なんか砂丘の山を、うんうん、みんなでちょっとスコップでこうやってます。まあフランスサービスやりそうだね。やってたやつ。でもね、俺らはね、もっと具体的にやっちゃうね。うん、もっとなんか方法がある。磁力で浮かす。具体的にやっちゃう。やっちゃうね。スケボーみたいなのつけるとか、ね。コロコロコロみたいな感じで。支えらんねえ。そういうことをいろいろ考えたい。で、墓は、なんで墓やってるかっていうのね、なんとなく俺は古墳作りたいなっていうのをずっと思ってたっていうの、なんとなくだったんだけど、いろいろね、なぜかっていうのはだんだん自分でも分かってくるのでね、やっぱり荒川、今回の文脈で言うとね、荒川さんは死なないって言ったんだよね、うん、死ぬのは法律違反ですと言ったので、うん、やっぱ彼墓作れなかったんだよ、死なないって言ってるから。ああ、そうだね、うんうん。で、逆に俺らはもう死ぬと。うん、しかし墓作るぞというふうに逆のことを言えてるんだなっていうのはちょっと面白いなと思った。いや、だいぶ頭おかしくて面白いんじゃないですか、うん、死ぬのもなんかすごいことのようにそう、俺らは死ぬって言って人間は死ねないんだって荒川さんって言ったんだ。俺たちは死ねる。いや、俺は死にます。墓作りますから死にます。そこにあります、うん、というみたいなこと。でもそれさ、それ出落ちになんない、うん、そう。でもなんかいろいろやるのよ。すごいプランは結構ちゃんとしっかりして、いろんな人が勝手に墓作っていいのよ。
うん、アーティストとか反公共なんか宇宙にあげられないかね。あ、宇宙、あ、それはね、ちょっとね、あの昨日ね、村山五郎と話したんだけどね、うん、村山五郎とかある種もいたんだけど、話したんだけど、自然美っていうのをすごいみんな、最も崇高なものとしてカントも言ってるけど、うんうん、で最も崇高なわけで、自然美、うん、で、今でもあの分析美学なんかではすっごい重要なトピックになってるけど、うん、でもね、宇宙における美学、宇宙美いや、それ自然美なんじゃない？違うの。違う。多分違う。そこまで考えてないんで、宇宙というものはそもそも美しいものだっていうか、金庫が取れたものみたいな感じに勝手に予想してるだけなんだよな。だからね、俺らはね、あの次キャンサーはね、宇宙美学っていうのをね、え、何それ聞いてないよ今、だから今言ってる、はい、宇宙美学っていうのを作ることにした、はい、で、あの我々はあの遠近法作らなきゃいけないじゃん。まあね、あの、うん、そう、遠近法じゃないものを作らなきゃいけない。そうそう、遠近法じゃないもの。だからね、あの宇宙遠近法っていうのを作るからはい、うん、はい、わかりました。コスモパースペクティブ、うん、これコスモエステティクスとコスモパースペクティブって言葉じゃないかもしれないよな、うん、だからそこはね、まだね、まだまだ揉まなきゃいけないんだけど、パースペクティブってもう遠近じゃないですか、ね、いや、だからってさ、うん、だから、ね、宇宙遠近法って言ってるんだけど、全然遠近とか関係ないと思うけどね。あの光とか歪むし、あの放射、あのなんか放射光みたいなのだけ測るとか、あの測り方全然違うのよね。だからやっぱ空間の認識は全然違う。まあパースペクティブが生まれたルネッサンスはさ、うん、あの古代の再発見を行ったじゃないですか、うん、だから僕らは宇宙からのメッセージの再発見をしなきゃいけないみたいな、ムーみたいなことにならない。大丈夫。いや、ただね、僕ね、実はね、その宇宙、それね、たまたま宇宙美学っていう話、たまたまなっただけなんだけど、うん、俺実はね、コロンブスがすごい重要だと思ってるの。なんでかというとね、コロンブスの発見の後にルネッサンスあるね。コロンブスの大陸進化の発見、はいはい、つまりね、あのパースがね、横向きのね、こう水平のパースっていうのが非常に重要なわけでしょ。縦じゃないんだよ。横でしょ。うん、横、こう、まあ、まあ、二点通しってことでしょ。そうそう。で、言ってしまえば横、水平の中に、超越性があるわけでしょ。視、うん、点があるわけでしょ。それって俺、多分ね、あの、こう、航海。海を航海していく。向こうに、新大陸っていうものが見えてるっていうのと、おそらくつながってる。だから、あの、コロンブスは、俺、実はちょっとね、あの、ちゃんとまだね、想像力としての、そう。十分に勉強はできてないけども、おそらく新大陸を海に出ていって新大陸を発見していくということとルネッサンスはもう非常に密接に関係してる。あ、確かにあれ、うちのおふくろがパースやっていて、うん、建築のイラストレーターやってるんですよ。パースっていうぐらいだからもうバリバリの遠近投資図法で書いてくるんですよね。そのパースの比率とかも決めながら、でその時に、まあ、普通の、まあプレイディしたりとか、まあ、低層の住宅とかに関しては二点通しで書けるんだけれども、高層のビルとかの、まあ、そういうパースを書くときって三点通しになるんですよ。消費税3つつくんですね。上にもつくん、そうしないと高層のものを絵にできない。へえ。じゃあ三点通しはちょっとテクニカルな技術なんですけど、実際でもなんかそのなんだろう、ルネッサンスの時は2点だったりとか、まあ、1点だったりとかしたって上っていうことか。そう、 上のところができる。上下ってことか。そう上下ができること、建築物が縦に伸びた時に人間の世界が拡張されて3点通しになる。いい話、ね、消費点が増えるんですよ。いい話だね。だからこう宇宙になった時にそもそも全てが消費点みたいな状態じゃないですか。だからそれどうなるのかっていうのをみんなでちょっと考えるの楽しくない？うん、それは楽しい。だからそれをやりたいわけよ。俺やりたいの楽しいことだから。な、宇宙美学って言って、作るの楽しいじゃん。だって自分の手でさ、宇宙の美学をさ、俺らが作るんだよ、キャンサーが。でも、俺は楽しいから。それ宇宙言うのはちょっと面白いかもね。最近トランプが宇宙軍設立を宣言みたいなこと言ってたしね。そうなの？支持したらしいよ。マジかよ、俺トランプに投票しちゃうよ。投票権ないけどね。そっか。ね。まあだから、ちょっとね、じゃ一応ちょっと俺のテキストの話もさせてね、今ちょっと関連するから。はい、なので ある意味でね、9区のテキスト一番初めに書いてあるんだけど、うん、とっても美術的なことで書かせてもらった。うん、最も飛ばしてないです。いや、あれ飛ばしてるです、最後の、うん、飛ばしてるっていうふうにね、思う人もいるかもしれないけど、僕のテキストの中で飛ばしてないっていうか、今回の5人の中ではあんまり議論を加速させすぎてないっていうかな。ちゃんと理解できる範囲で書いてるはずだけど、絵画というものは基本的に水平だと。Okay. 水平線の中で立ち上がれるものだ、うん、という。垂直ってことじゃない？
垂直だから水平の力を垂直にするんだけどね。あ、なるほど。うん、なんだけど、その水平性というものが非常に重要なわけ、ね、で、ポロックなんていうのはポロック の, あのオールオーバーね、うん、っていうものとか、あのグリーンバーグの平面性というものは一定の圧力なんだっていうふうに、まあ、書いたわけね。であの、なんだけど、要するに重力ね、加速度 G でこう全部落ちていくからね、うん、加速度という面においては一定なんですね。で、あのポロックってこうバーンバーンこうやったようなイメージがあるけど、ものすごいゆっくりただただ垂らしてるんだよね、うん、動画を見るとちょんちょんちょんものすごい慎重に垂らしていくのよね。アホかっていう作業してる。おー、すっげーかっこ悪いね。うん、ポロックね、あのかっこ悪さがまあいいところなんだけど、ね、そうそうそう、あの最後の死に様なんて最高だよね、うん、アル中で、そうそう、事故死だから、ね、事故死、うん、ほんとドラマ見たんだよね、うん、あのなんていうか、古いドラマね、そうそう、ヒルドラみたいな見てるんだけど、だからいや実際オールオーバーペインティング、まあ、好きなのもあるんですけど、基本的にちょっとダサいじゃん。まあ今となってはね、うん、もう衝撃だったと思うけどね、まあ、当時はね、うん、いや、すごいけど、ね、いや、やっぱいいものもあるよ、すっごいいいものもある、好きなものもある、うん、だけど、まあ、なんかちょっと基本的になんかダサいなと思うんですよね、うん、ちょっとそれはポロックがなんか、まあ、そうかもね、ポロック自体のダサさかもしれないな、がなんか作品に映ってるのかなっていう、その子の人なんかその、うん、でもまあ分かります、なんかでもまあそう今回ね、そのポロックみたいな書き方したんですよね、実際あの下のそうそうそうアルシンの部屋で一緒にやってるあのディスプレイの作品です、そうそう、いや、もっと正確に言うと今までの、システムリングビューのシリーズも、うんうん、まあポロックみたいなドリッピングをまず1回やるんですよ。あ、そうなの、うん、画面に1回ドリッピングとかで絵の具を乗せた上に別絵の具をつけたパネルをフラットに乗せてこうやって引きずってるんですね。あ、そうなんだ。うん、で、だから変な書き方してるんだよね、ちょっとね。でもその時に、まあでも半画技法であるし、まあそうそうそう、半画にあるし、ね、うん、プリンティングっぽい書き方してる、うん。まあだから僕ずっとキューブの作品は版画だと思ってて、うん、あの、まあ実際大学も版画家でしたからね。1年多分5回ぐらいしか行ってないんじゃないか、まあ学校。一応もうちょっと行ってる。もうちょっと行ってた。10回ぐらい行ったか。うん、10回ぐらい行った玉美の中学校に中退しましたが、うん、まあ半額でした、うん、だったっていうのが影響してるんじゃないかなと思ってるけど、まあ版画的だったんですよ。版画はねすげえ嫌いだったんだよね、やってみて。あ、そう、なんかほらあのさ、まあ技術の勉強だからね、まあそれもあるし、うん、要はさ自分の行為がそのままさ現れないんですよ、版画っていうのは。要は版を現れないという感覚があったんだな。そうそうそう、現れてると思うけど、まあ、ある意味現れてくる、現れて現れないという感覚があったのね。まあ、でもその時やっぱ僕はあの外でスプレーカーを書いてたりとかしてたんで、あの直接性が全然違うと、あの なんでこの版とか間に挟まないと何年だみたいな、プレス機回すのクソだるいなみたいな、そういう感じだったんですね、うん、でもステンシルリスビューケル、あーでも俺ねステンシルはねやってないの、やったかったんですよね、 やってないのか、なんかあのなんかそうステンシルって、うん、ストレートでやるときになんかこう荷物が大きくなるから、うんうんうん、ちょっとかっこ悪い、ね、まあ時間もあれ結果的にでかいの書こうと思ったら時間かかりそうだよな、貼らなきゃいけないもんな、あで、まあ、あのね、なんか透明のファイルとかあるじゃないですか、うん、あのちょっとこうパチって止められる、うんうんうん、箱型っぽくなってる、うん、あれの蓋の部分をこう切るといい感じのステンシルになるので、うん、なるほど、結構コンパクトに持ち運べるんですけど、うんうん、まあ、ぶっちゃけステンシルはちょっとあの荷物も増えるし、なんかスマートじゃないから俺はあんま好きじゃなくて、まあ普通に書くの好きなんですよ、運動的に。でもまあ筆は今回も使ってないってことね。まあそれは筆で垂らしたわけじゃないんでしょ。筆ではないですよ、なんかそのなんだっけ、なんかの容器に入れて筆は垂らしました、まあ、何でもいいんですけど、まあ、だからドリッピングなんですよね。だから今回のやつはあの初めて完全なドリッピングと言っていい、はい、あの透明だけどね、うん、っていうところもまあ非常に重要なところだけど、ちょっと今回透明の話はしないけどね。え、しないの？うん、あ、透明の話になるって、俺実は表面張力が重要だと思ってる。まあこれはあの盛り上がりの話が重要だと思ってるんだけど、はい、これちょっとねまだ整理できてないな、うまく。まあまた話そう。で、後から。で、うん、ちょっと待てよ。だからこれちゃんと結びつけたっていう話しないといけない。はいはい、で、やっぱりあの重力っていうのは。あのこう落ちるっていうイメージがあるんだよね、すごく重力って。あ、そうですね、ホール、ホール、そうそうそう、あのブラックホールの絵とかもこういう風になってるでしょ、うん、で、アルシンの作品は俺は重力がこうなっていってるんだっていう風に説明したのよ。いや、全然わからん。
上昇するあの重力平面っていうのこうあのよくあるでしょ、あの相対性理論のやつで、ブラックホールっていうのはものすごいこのすっごいちっちゃいところに異様に重いんだけど、あのなんていうの、体積が非常にちっちゃいものだから、ね、そうそうそう、無限大のものがあるとそれがぐーっとこうあの空間が歪むんですよね、歪んでいってぎゅーっとこう下に入っていって、でその奈落の底に落ち込むというような、まあ、光すらも吸い込むわけですけどね、という絵があるんだけど、なぜこういう絵なんだろうって俺は思って、ああそれは確かにでしょ、だからこうなっててもいいじゃんこういう絵になんでなんだよって、あ多分それってと俺は思ったわけですよ。あれ相対性理論のさ、分かりやすく伝えるための比喩でしょ。そうだよ、もちろんもちろん、あれは2次元に落としてるからね、本当は3次元なんですけど、3次元っていうかここにあるものがさ、こういう感じなんだよね、本当。そう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 、こういう感じなんだよね、そうだから別にこういう絵で描いてもいいわけ、まあ描きたけ描けでしょ。だから僕はあのみんなが描きたけ描けっていうか、うん、こういうイメージしかないことが問題なわけよ、まあ、だから、うん、こちらの方もあるわけ、こうだからこうなもな、こういうイメージでもいいし、いいし、こういうイメージも 両者がないとやっぱ間違いなわけ、こうこうだから、あそれはなんか分かる分かる分かる、ちょっと宇宙美学っていう感じでちょっと分かる、うん、分かってきた、分かってきた。それをアルシンのはこういう上昇するあの重力、上昇してこうピュッと落ちていっているっていうかな、まあそうね、そうポジションの我々の身体のポジションがピュッと上に落ちていっているという、重力ってね別にね、うん、こう下に沈むものじゃなくて、うん、単に俺らがこの辺の空間に行かれるものだけだから、地球の上で生きてるからさ、自分の足元の下にあるさ引きつける力って感じてるけど、宇宙全体でそれだけなんで別にね、うん、あの下にあるっていうものではない、うん、関係ないからね。でこの重力自体もね、この重力加速度 G だからあくまで加速度というのは加速するとは限らないんだよ。プラス、あの、なんていうの、絵の具が落ちていくということでしか我々は、うん、あの考えてないんだけど、放物線を考えれば分かるんだけど、一回こういうふうに上がって、で、この上昇しているときも加速度 G はかかってるわけで、はいはい、でも加速度 G はどういうふうにかかってるかというと、こいつを減速させる力として加速度 G がかかってくるわけ、うんうん、で、ちょうど真上に行った時にゼロになって、ゼロというか釣り合ってて、うん、で、こっからは G の方が強くなっていくわけでしょ、うん、だから加速していくわけだな、こいつは下に向かって加速していくわけ、つまり減速していって加速するわけだね、まあ、ね、で、どちらも G はずっと変わらないわけ、うん、なんだけど我々はこの頂点の後の G しか使ってないじゃないかと思ったわけ、なるほどなるほど、うん、で、こっち側も使わなきゃいけないでしょと、うん、いうのであの壁ね、はい、壁っていうのは基本的にこう上にこうやってもあの突き上げてるわけだから、うん、だからポロックとやってること全く逆なわけ、こういうふうに滴り落としてるんじゃなくてこう上に向けて打ち上げてるわけだな、うん、だから俺は減速する加速度 G っていうのをあの両者ね、つまり、うん、加速度 G によって完全に均一な平面を作るというのがポロックだったわけだけれども、うん、それの加速 G、確かに G の一部は利用しているが半分しか利用してない、うん、じゃなくてもう半分は減速する方の減速する力として働く加速度 G があるんだと、うん、それをまあこの壁でやったんだっていうふうに書いたわけね、うん、でただまあ、あのまだあのこれをねどう調定していくかっていうのは難しいけどね、あの一応2つの壁に分壁というか壁とディスプレイにね、うん、あの分裂しているので、まあ、これがねまたねあの新たな形でいろいろ融合していくか、あるいは新たな形で分離していくのかわからないけれども、うん、まあ、これからまだまだあの、変化していくだろうと。で、なんで俺がそういう書き方をしたかっていうとね、うん、まあ、俺版画家だと思ってたという言い方をしたけども、キュー君は絶対自分のことをやっぱりこうペインターだっていうような言い方をするんだよね、うん、あの要するに自分が描いてるのは絵画だと、はいはいはい、という言い方をするでしょ、うん、であのやっぱりねそれはね一人一人こうどういう作家なのかっていうのをキャンサーの中で名指していくというような行為の中で、あやっぱりまあキュー君はこれはあの絵画の作家であるというふうにあの言わなきゃいけないなという感じがね、なんとなくね全体の中でしたのよ、うん、こう全体の、まあそれは皮膚のこととも関係してるのかもしれない、皮膚とか距離とかな、うん、そうとか関係してるのかもしれないけど、その中でねあの非常にこうまあ、僕も発見だったね、あのこの原則があるっていうことは僕もこの、うんうん、ここで初めて考えついたね、あでもやっぱ ね、 でしたね、原則する力に抗うためにはさ、ちょっと尋常じゃない圧力とかを使わなきゃいけないっていうのがありますね。やっぱ実際この高さのやつとかってすごい力なんですよね、本当に。実際あのこの消火器先2種類あるって言ったんですけど、1つが蓄圧型、今一般的に流通してるタイプなんですけど、
まあもう中にガスが充満して圧力が充填されてますで、まあ、押せば出ますで、それの1個前の、流通してたタイプで加圧型っていうのがあって、加圧型っていうのは、中にちっちゃいこのくらいの窒素ガスが入ったボンベがあって、噴出するときにそれのボンベを穴開けてガスがバーって容器内に満ちてその圧力で出てくるっていうやり方なんですけど、やっぱ基本的に加圧型の方が高い圧力のボンベが入ってるんで、ものすごい量が出るわけですよ、うんうん、やっぱそれ吹きつけてるときに、うん、消火器の暴力性みたいなもので全然コントロールできなくなるんですよ、うんうんうん、もう消火器に使われるみたいな、うん、ああいいね、うん、だからなんかなんて言うんだろう、すごいこう自分の身体感覚だけではないものが表現上宿る瞬間なので、それは結構実際やっぱその3キロのやつ、まあ、その吹き出すのをパッてやった瞬間にものすごい圧力が出て、おすっごい出るなと思って上まで上げてったうちにこの3階まで届いたっていう感じだったんで、あれはね、なんか結構自分の中でも衝撃的でしたね。なかなか楽しかったです、うん、なんかスプラトゥーンリアルでやるとこうなるんだろうなるほどね、うん、その面白いな、減速、うん、面白いね、重力に抗うっていうのは非常に大変だからね。いや、まあでもね、ロケットとか大変だしね。まあでもなんかロケットのなんだっけ、僕がすごい好きなオネアミスっていう、まあ、アニメがあるんですけど、うん、これ宇宙ロケットを開発する人たちの話で、うん、第二宇宙速度の説明がすごく面白くて、うん、第二宇宙速度、まあそれは要は地球の重力圏を脱出する速度なんですけども、うん、その速度に出た時に人はロケットが宇宙に登ってってるって思うんだけども違うと、うん、あれは宇宙に落ちてってるんだって言われますよ。要は第二宇宙速度が出て地球の重力圏から外れた瞬間に宇宙にもう吸い込まれるように落ちていくって言ってて、なんかそういうなんて言うんだろう、人の限界みたいなものっていうのが、まあ第二宇宙速度とかそういうので定められているのを突破していくときに生まれてくる新しい想像力っていうのはなんかあるはずで、うん、やっぱすごい強い力とか、うん、そういうでかい質量とか、さっきのでかいものが浮いてるのいいよねみたいなものっていうのは、うん、やっぱそういうところですよね。自分たちをこう、自分たちの想像力そのものをやはり規定してくる強い法則であったりとか力みたいなものがあるのに、こうどう想像力そのもので抗うかというか、こうどこまでもスプレーが噴射していくみたいな、それでなんかこう、ね、めちゃくちゃにするみたいなぐらいでもいいと思うんだけど、考えることなんて、なんかそういう、まあ、なんだろう、自分の中の飛躍みたいなものはもう続けたいなと思いますけど、うん、だからね、あとね、ちょっとまだ戻るけどね、はい、やっぱ俺ね、絵画の裏側っていうのはすっごい昔からね、ものすごく気になるのよ、うん、で、まあ、今回は透明のメディアを使ったっていうのもそれに近いと思うけど、はい、絵の具が定着してる向こう側って向こう、じゃあ裏、単純に裏、キャンバスの裏、裏あれ何なんだろうっていう、いやそれこそね、伊佐刈君っていうとな、的に言うとな、うん、存在論的にあれ何あれで、ああはいはいはい、極端に言うとなくてもいいわけじゃん、ないってもいいですね、はい、だろ、でも生じてしまいますね、うん、でなんかそのなんか生じてしまうものっていうのはさ、もうちょっとコントロールしようと思わんのかなというのは昔から疑問で、で今回その Q 君のね、うん、ディスプレイこの2つの力の話をしたのもね、うん、実は裏面のことをちょっと書いてるけどね、要するに裏面なんですよ、うん、重力のコインの表と裏面、うん、加速と減速みたいな裏表、うん、でやっぱりね、そういう裏表っていうのをどういうふうに考えるかっていうのは重要な気がするな。だから向こう側という人はないが、ディスプレイが絵画であるのであればね、やっぱ裏側っていうのを考えたいなっていうのはね思ってるね。存在論的に、つまり物理的にではない、ディスプレイの裏ではなくね、とかディスプレイの裏に基板があるとかではなくて、だからそれってさ、頭あれなんですよ、うん、僕らがディスプレイを見てるときに見る画面の向こうなんですよ、それがある。違うんだよ、違うんだよ、そういうことではなくて、うん、つまり存在論的にって僕言ってるし、だから、だからね、これだ、考えたことないでしょ、 あんまり考えないのよこれ。だって普通ね、絵画の裏側なんてどうでもいいことだからね。そう、だから絵画についての存在論みたいなことは可能だと思うが、でもそれってさ、裏側の存在論ってよくわかんないんだよ。持ち込めるようになってからの話でしょ、裏側が生じたって。
うん、建築の話？だそれこそ建築だった時代とかはさ、裏側ってなかったじゃない？ちょっとその通りだね。だからやっぱりそこはだからタブローの問題なんだろうね。うん、タブローには裏側があるってことなんじゃない？ただやっぱりでもその言葉は非常に重要なんだけど、やっぱね最近タブローと言わないね。だけどね、タブローねの問題をみんな考えた方がいいと思うよ。タブローでしょ、うん、だから、うん、ね、明らかに、うん、やっぱりタブローという言葉によってもう一度もっと使っていくべきかもしれないな、絵描きは。うん、はい、そんな気はちょっと今してきました。まあでもディスプレイがタブローかどうかって言われると、いや俺はディスプレイはタブローと言った方がいいような気がする。タブローと言った方がいいというのは分かるんだけど、てかタブローというマシン出てくる可能性あるぞそれはありえる、まあ、あるよな、はい、まあね、でもなんかそのなんだろう、だから要はでもそのなんだろう、裏側があるっていうのが今までのタブローなのだとしたら、うん、ディスプレイは裏のないタブローだということはできないのか、うん、いやどちらもやっぱり同じ想像力になってると思う。だからタブローにも裏はないようなイメージでやっぱタブローを見ているし、ディスプレイにもディスプレイに裏はないようなイメージでやっぱ見ている。しかしながら向こうの世界はあるわけよ。向こうの世界はあるわけ。だから絵がここに遠近法があるように、あ、はいはい、ね、だから向こうの世界っていうのはそれはイリュージョンとしてありますよ。まあそうですね、うん、しかしながら存在論的にはないわけだから、うん、じゃあ存在論、こっちの存在論ってなんだろうなっていうのは、まあちょっとこれは僕の課題として、はい、Q君の考えながら思ったということですね、うんうんうん、そういうところかなということで、そろそろ質問タイム受けてみましょうか。質問ある人、何でもいいですよ。はい、壁の消火器でやったっていうのはちょっとびっくりしたんですけど、はい、どこまでやったら自分でもうこれで完成だって思ったのか、その15秒間の噴射で自分で終わりとしたのか。消火器5本ぐらい用意してて、こう蓄圧型と加圧型を使い分けてやったんですけど、まあ、基本的に僕は、まあ、ディスプレイの作品もそうなんですけど、自分が完成だという、目処を立てる一つの、まあ、具体的なポイントがあって、それは自分が、画面の緊張感に対しても筆を入れられないなと躊躇するようになったら完成というふうにしてるんですね。だから、まあ、外のやつもこうわーって書いた後にちょっとこう見ながら、あ、でももうこれ以上やったらダメだなと思ったんで、いや、まあ、そこで完成としたという感じです。はい、ありがとうございます。やめるだけ難しいんですよね。まあ要はあれなんですよ。だから緊張感がある、手を入れられなくなるっていうのは、うん、その時にもう他者になってるんですよ、作品は。うん、だそうなるところまで付き添うけど、他者になったらもう手は出し合ってさないっていう感じですね。まあこれもね、永遠に分かんないんですよ。アーティストが勝手に決めてるだけだから、僕らにはもう理解全然できないとか。てかアーティストにアーティストに権限が、権利がものすごく大きな権利としてあるのは、作品をやめるということです。終わらせるということです。これはものすごくアーティストにしか持ち得ない権利なので、これはもう彼らの特権なんです。我々にも全くタッチできない。うん。ね、まあそうだ、ね。特権なんですね。だから謎です。でも書いてる途中に周りの人がやめろって言ってもね、言うこと聞かないし、ね。っていうのもあるし、なんていうかな、まあいろんな理由でやめてる、完成とか、ね、終わりっていう人がいると思う。だから、ね、須賀君の場合は完全に僕は時間で終わらせると思って、だから須賀君すっごい搬入前日の夜にギリギリだから、ね、前日の夜9時とかに搬入しに来るんだけど、まあいつもギリギリなんだ。もうそういうタイプの人もいますから、ね、だから自分で9区みたいな、はい終わり決めれないっていうか、決めれないから、まあね、うん、決めれないから時間で崩す、時間でできる範囲のところでやる。まあ、絵画と彫刻の違いってのはあるかもね。いやでも絵画でもずっとレオナルドなんかはずっと描き続けてるんですよね、モナリザ。だからいろんなタイプの人がいるんですよね、うんうん、ただまあ基本的にはやっぱり外部の物理的な要因によって終わるっていうのが大きいとは思う。だからキュー君も何かしら外部要因によって決めてる可能性が高いとは思うけどね。まあ一応ね、判断の中でそう、なんかあるとは思うけど、ね、うん、そういう感じですよね。うん、他いらっしゃいます。何でもいいですよ。なんか分かりづらいし、また申し訳ないけど、裏側って、はい、実際その物理的に裏側って、キャンバスの裏の裏側とかそういうことを
の、うん、頭に中にあって、そうじゃなくて、うん、その見ているものの先に、うん、今おっしゃったのは見ているものの先が人のイリュージョンのじゃなくて、うん、もっと物理的なものの裏側なんだけど、そこに引っかかるっていうのがなかなかイメージができないんだけど、イメージっていうとおかしいですけどね、なんかその裏側っていうのがちょっとよく理解しなくなっちゃう。いや、まあだから裏という表現がいいのかとかも僕は分からないですけど、でもな、多分まあ正確に言うとですね、我々は表が何かも分かってないってことですよ、絵画について。あの絵が、絵の具がね、こうこびりついててね、うん、まあ、それを表というということでして、そうですよ、ただただ絵の具がこうギュッとこびりついていて、で何かしらが見えるし、いろいろ想像力を働かせることは可能だけれども、まあ、しかし未だに絵画には到達してないから、それを表というならば、では裏とは何かということですね、難しいですね、うん、そういう、こんにちは、しおりちゃん、やっと来たの待ってた、なんか人がいっぱいいるとかしてはい、他に質問してもいいですか？2つあるんですけど、まず、なんか多分なんかストリートアートの描いてる人見るときにすごくダンスしてるみたいな感じがあるので、はい、そのスプレーを使うときの身体性と今回消火器を使った時のなんか実感値的な身体の違いって何かすごく衝撃、なんか使われてる感覚があるって言ってたので、なんかどういうダンスだったのかなと思って、なんかこうなんかちょっと伝播できる限りで聞きたいと思って。僕が手に持ったスプレーって基本的にまあある程度の圧力の上限があって、こう振って吹いてもスプレーの圧力みたいなものに体はこう揺り動かされないんですよね。自分のこう筋肉の制御できる動きみたいな、まあ、そうです。スプレーだってこうブワーッとガーッと離せるやつ見たことないもんな。でもなんかもう消火器っていうのはこうパッて握って出る瞬間にこうこうくるんですよ、圧力が、うんうん、なんかこう何て言ったらいいんだろう、あのものすごい大量の水をホースから出してる、そうだよね、あの、うんうん、こういう感じに近い何かものがあって、うんうんうん、その時に何か、あでも消防車買うか消防車買うで、あるよね、ポンプ車、ポンプ車か、はしご車、はしご車は、はしご車怖いか、うん、高いところ苦手だ、そうだな、やめよう、でもポンプ車はいいね、いや、買おう、すごい、あれはなんか多分、すごい量のやつ出せるでしょ、うん、あ、でもそれだったら放水車がいい、放水車、放水車っていうのが、なんかこう、上に乗って、あれあれ、ボートを違うやつ、爆弾みたいな、あー、ボートをな、おー、それやろう、うん。それでさ、美術館乗り込もうよ。おいいね。いいね、美術館の中でな。そう、うん、やろうよ。それやろう。でもさ、あのうちの僕の所属してるギャラリーの鈴木さんっていうディレクターの人がいるんですけど、この外壁を見たときに、いやこれやられると美術館でこれできないよ、どうするって言われて、日本の美術館だと思って。うん。多分できるよね。できるでしょ。あれ美術館の方がやりやすいんじゃないかな。うん、だってあれだって どうせさ壁とかさ、あの建て替えてるところもあるし、美術館はだし、あの塗るのはどうせ塗るんだから、でも超いいね、そのさ放水車とか放水車をさギャラリーのさでかいところに入れてさ、うん、壁に入れぶちまけんのさ、やろすごいいいねそれ、やりたい、うん、やろうそれやろう、うん、よし、いいよ、できた、あすいません、あれあそれあれもう一個ぐらいしてもらえダンス、あのもう一つの質問はマスターに聞きたいんですけど、はいはい、なんか16って何なんだろうなってすごい思って話、はい、なんか16そのものについてなんか何を考えてるのかなと思って、なんか16についてもうちょっと詳しく聞きたいなと思いました、うん、重力なんで僕が気になってるかというと、重力は科学的に未だに謎だからです。重力って本当に謎なんですよ、科学的に分かってないの。重力が分かったら全部あのね、あの全ての謎相当解けるんだけど、今あの重力波っていうのをね最近捉えられたっていう話がありましたけど、 あれもあるというふうに伝説っていうかね、理論的にはあると言われてたんだけど初めて捉えられたんですよ、うん、そのぐらい微妙なものなのね、重力って何なのか実は分かってないんですね今でも。なんかあのそのすごい精度の高い重力波の検知する機器とか使うと、こう歩いてる時にこことここで重力波がこう違う変化してるっていうのが分かるらしいね、うん、すごいこう実はそのなんていうの
一定ではないって一定ではない、うん、ものすっごいでかい距離で考えな、ものすごい大規模な距離で の、 あの測らないと重力波とかっていうのは本当に捉えづらいものなので、すっごい微妙なんです。力がものすごく小さいものなんです、引力とかに比べるとね、うん、なのでいまだに謎なので僕は知りたいということですね。しかしながらその重力を我々利用して書いてるわけでしょ。だし重力自体が我々がこの地球にいることだし、それはもう絵画というか美術作品を非常に規定しているというふうに僕は思ってる。別の星行ったら重力の地位も違うから、ね、だからね、俺それをずっと考えてる。だから例えばね、彫刻ってね、彫刻ってね、地球上でしか成り立たない、宇宙で彫刻は成り立たないです。なぜなら彫刻というのは重力というのを利用してるからなんだけど、うん、地面についてないと彫刻って成り立たないんです。しかしながら地面がないからです。しかしながらオブジェは成り立つ。あ、分かる。オブジェっていう言葉を使うでしょ、彫刻で。オブジェっていうものは宇宙空間でも成り立つものをオブジェっていうんです。彫刻というものは重力の中でしか成立しないものを彫刻というんです。で、おそらく菅祐介なんかが気になって、あいつはレリーフと言ってるけども、やっぱ彫刻家の出身で、やっぱ彼は彫刻に興味がある人ですよね。例えばね、あとね、絵画について、俺ね、絵画もね、実は無重力状態で成り立たないんじゃないかなと最近思い始めてる。まだちょっと整理できてないけど、最近は思い始めてる。ただ、どう、うん、まあ、どうだろうな、分かんないけどね、丸いのとかだったら可能とか、いろいろね、思ってる。ああ、いや、でも多分筆を使ったペインティングができないんじゃないかな。そうなんだよな。だって要は宇宙に万年筆とか使えないからね。ああ、定着しないからな。そう。それ、まあそういう話とかもいろいろ考えてるけど、やっぱりその重力が全て重要でしょ。使えなくなるんだよ。あ、そうなんだ。要は落ちないから。あれも落ちない。絵の具が落ちてかないから、落ちてかないから要は定着することができない。だから筆についた絵の具がふわふわっとついちゃってて、こう画面にポキュッてつけられないみたいな。だからこう、それこそなんかね、こう画面を浮かせた絵の具にぶつけるみたいな感じになるのね。やるとしたら描き方が変わるんだけどね。そうでね、さっきね、俺実はね、キュウ君がね、消化器っていうものはコントロールできなくなるんだっていうふうに言ってたじゃない。俺ね、実はすごいね、ちょっと不思議に思っていることがあって、なぜ筆はね、筆っていうものはそんなにコントロールできていると思うことができるんだろうっていうのは、その辺のね、距離の違い。だから野球のバットとかでもそうじゃないですか。野球のバットって自分の体みたいにこう、ね、なるっていうこともあるし、ただ筆っていうのはね、非常によくできた人間の体にフィットしているというかな、まあ、箸みたいなもんだよ。箸なのかな。なんかね、こう棒があってね、先にこう毛がついてると、うん、あれについてね、みんなもうちょっとね、考えてほしい。ブラシはでも俺もう使ってないからな。いやいや、まあ9個はいいんだけど、だから絵描く人ね、ここいっぱいいて、どういう、なんでそんなに体にフィットしてると思えるんだっていうか、まあでも違和感、猿の熊手と一緒でしょ。いや、だんだんなくなってくるっていうことでしょ。だんだんなくなってくるんだけども、うん、なぜ筆の形ってめちゃめちゃ変わらないじゃん。俺それを不思議に思ってんだよ。なんかさ、すごい持ち手のさ、ものすごい安定しやすい筆とか出てきてもいいような気がするんだよな、俺。あ、でも分かる？持ち手がすごい違うみたいな。なんであれ棒な？みんな必ず棒をもっと工夫してもいいじゃないかな。一番いろんな持ち方ができる。いや、だから分かってる。じゃなくて、だからそういう、そのレベルで言うと俺も分かってるけど、もちろん。そのレベルの話してないんだよ、だから。どういうこと？だからもいや、でも そこにそれが変わらない。だから なぜそれが一番使いやすいのかということをもっと研究するべきだと思ってるわけ。なんでそんな使いやすいんだ。人体工学ではないところで。人体工学ではもうちょっとそうだな、抽象度高いだろうな、うんうん、すっげえ不思議なんだよな、これも。いや、だから直線とかは俺はなんかな、まあ、そう容易に信じないと。まっすぐだから便利だとかっていうのに、いや、納得した思っちゃう。半分はね、まっすぐということにしているだけだから、うん、なんかよくこうなんかこういうなんか筆とか出てきて、なんかありそうだけどね。なんか筆とか結構自作する人もいるからさ。だから自作してる人はいるね、うん、なんか変なやつとか絶対作ってるやついると思うけど、多分使いづらいんじゃない、単純に。まあよくわかんない。でもまあその辺はそうね、鉛筆とかもそうなんだけど、だから要するに棒っていうものちょっと気になってるっていうこと。あ、スティックが。スティック。なんでかというとね、僕
あの、ね、あ、一番初めに絵を描いたっていうか、うん、一番初めに線を引いたのか丸を描いたのか何をしたのかわからないけれども、うん、一番最初のそのアートの行為って何だろうっていうね、人間の、うん、っていうのはずっとあのいろいろ考えていて、いくつかまあ可能性があると思うんだけど、まあ、あの、に、あの2001年宇宙の旅とかやったら投げる、うん、でもな、投げるっていうのはな、人間の行為、人間的な行為かとかアーティフィシャルかっていうとまあちょっと違う。ただそう、ね、移動とかって移動して固めるとかって なるとちょっと彫刻的っていうか空間を作るみたいなね、うん、ストーンサークルみたいなやつ、それはあるよね。ただ俺はね、あの 棒でこう線を引くっていう地面に、はいはいはい、それの可能性が高いんじゃないかなっていう気が俺はしてるのよね。引っかく、だからね、こうなんか引っかくとかっていうこと、スクラッチっていうか、まあドローって、ドロードロー、うん、そうドローだね、うん、ドローなんじゃないかなっていう気がずっとしているので、あの、まあ、それは確かにアーティフィシャルなところだね、うん、そうでしょ、うん、だからアーティフィシャルと確実に言えるのってそれぐらいなんじゃないかなっていう気がしていて、最初にね、うん、棒状のものが気になってるんだよね、うん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 、まあ、なんか確かに棒状のものってこう、なんだろう、すごい支持構造が強いんですよ、うん、棒の先の、うん、あ、要はポインティング、そう、ポインティングデバイスなんですよ、すべて指差し、そう、だから棒状のものを持って何か作業をしようとしたときに、そのポイントから、まあ、要は座標的に描いてしまう。だけど、なんかそれをするとある種なんか何かを主体的に描くという行為性が立ち上がっちゃうんだよね、うん、だからまあそういうやり方をしなくなったっていうのがあって、要はドリッピングだとそういうなんか座標系じゃなくなっちゃうんだよ、なんかやってる時に、うん、なんか要はさ、こうやって描かなくてもさ、ここのままにしといてもさ、筆はいいわけじゃん。だけどさ、こうドリッピングやってる時はさ、もう絵の具が垂れ続けるからさ、うん、動かさないともう勝手にこうわーって広がったりとかするし、なんかなんて言うんだろう、あの、まあ、筆を持ってる時と全然違う感覚になって立ち上がるし、要はその筆を持つっていうこと、そ、まあ、要はスティック型のポインティングデバイスを持つっていうことは何かのその、まあ、まあ、表紙を作ろうとする行為でしょ。あれ、あれ、立ち上がっちゃうんだよね。あれ、なんかもうちょっとあのより詳しく分析が必要だと思う。なんでかというと、あのスマホが出てきたからなんだけど、そうそうそう、だから要は我々こうやってやってるから、うん、あの、まあ、これ棒状のものとして使ってる可能性もあるけど、あの、やっぱりこれ体の外部に持つ棒とは何か違うはずですよ。だから感覚が変わってると思うから、そこをね、ちゃんとあの、あの、分析しきれてない。実際に指よりもね、棒の方が解像度高いんですよ。あ、そう、うん、描いてるとき指はね、なんかね、こう荒いの、解像度が、うん、ブラシでいうと10ピクぐらいのブラシしかまでしか小さくできない。もちろん。だけど、あの、あ、でも指1本だからな、この場合は。そうそうそう、やっぱこれ複数のこう相当複雑な動きをしてるはずだからね、これ、うん、この持ち方は、うんうん、こうやってるときに3点ぐらいで持ってるね、こう、え、その先端に伸びてる感覚っていうのはもっと細いですね。本当だ、うん、それすごく重要だし、だから自分の体より細いから重要な点だぞ。いや、体よりってことかな、まあ、指か。あ、そうだな、だからこの辺からピュッこう、そう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 、こう伸びてるようなイメージよね、うん、うん、確かにそうだ、うん、だからそれをやるってなるとやっぱり身体感覚はこの、まあ、でも明らかに身体が伸びてるっていう感覚なんだけど、こうやってると何か描いちゃうんですよ。何の意味があろうとなかろうと形を描いてしまう。なるほど、うん、でも、まあ、ディスプレイの前では形を描くという行為そのものが意味をなさない。全然立ったからやる。まあでもな、これ相当面白いな。まあちょっといろいろ思いつくけど、あの、もうやめとこう。これはとても面白い。ちょっと考えよう。これは非常に時間まで。もう30分だか、あと1個ぐらい。はい。あのさっき花草さんの話で、あの楽しいことをやりたいって話があって、本当まさにその通りだなと思って、うん、っていうのも最近自分が制作で、うん、それ堅苦しいなって堅苦しいというか変に真面目だなってとこがあって、うん、なんか芸大3年生じゃあ、いや、もう本当すごい解放しようって思ってるけど、解放じゃあなんかでもその想像力、想像力、その想像力とかなんか、まあ、面白いなって、その物の見方って、お二人の物の見方っていうか、どんな風にこう、なんだろうな、想像力を高めていくかっていう、そのプラクティスっていうか、なんか、そういう何かあったら、痛いなっていうのがあって、どうやって解放するかっていうこと？
まあ、あどんな目にものを見てるかとかちょっと爆裂しちゃってるんですけど、あでもまあ何となく言いたいことわかる、うん、あのね、うん、そんな特別なことしてないし、うん、そんな特別な世の中の見方してない、うん、むしろなんかできる限りなんだろう俺は平凡な目線みたいなものの中であろうとしてますけど、うんうん、要はあの疑うこととかが大事だと思っていて、うんうん、まあすごいこれは色のクオリアとかでよく言われることですけど、自分が見ている、空の色っていうのが他人と同じとは限らないって言われるじゃないですか、うん、まあ実際ある程度の敷地の中で収まるはずなんだけれども、うん、でもその、疑いを持った前提に立った時に、うん、あの別のものが呼び込める空間みたいなものが立ち上がるじゃないですか、うん、私が見ているものと違うものがあるっていうこの空間に新しいものが入れる余地があって、うんうん、そこの時になんかこう想像力っていうのは発生するはずなんですよね。だから僕が今、なるべく平凡な眼差しみたいなものの中でいようとしてるっていうのは、うん、その平凡さの中にいるからこそ疑いを持てるし、うんうん、だから要は奇抜の中にいたら疑いを持つことなんてできないから、うん、なるべく、うん、なんだろう一般市民であろうというか、うんうん、一市の人間であろうという立場に立って常に生きてて、その中ででもなんかちょっとこう疑ってみて少しずらしてみるとか、そこにあるものを少し場所の他のものにところに置いてみるみたいな考え方をちょっとずつプラクティスとして重ねるんですよ。で自分が今見えているものの中で何かこう過程を変えてみるとか、まあ、結構、そういう考え方してちゃんと実践的に本に書いてる人だと、杉俊一さんとかじゃないですか。杉俊一さん、多摩美の、基礎デザイン科の教授なんですけど、まあ、そういう観察すること について、まあ、述べてらっしゃる方がいて、うん、まあ、そういうことだったらお勧めできます。僕の答えは言いますね、はい、僕もね若い時はあのもっと面白いこと言いたいな、面白いこと言いたい、みんなが面白いって言ってくれること言いたいめっちゃ面白い今その状態です、はい、でそういう状態でした僕も、ね、なんだけどねだったんだけどあのあそうだよバカだった。でまさにその通りでね、なんでそんなこと考えるかって言ってやっぱバカだったからだと思う、うん、でねそれあの要するにねそれは勉強が足りなかったってことですよ。で、どうや何、若い時に何のプラクティスが必要かっていうと、それも徹底的に勉強すること、うん、で勉強することです。そして、面白いというかね、若い時にできることはやっぱり体力が最大の武器なのと、うんね、あとね好きじゃないことでもできる、あそうです、若いのはそれすごいことで、僕は例えばねあのアニメとか全然見ない人だったんですね、うん、なんだけど大学に入ってからものすごい見たね、面白いと思うのよ、ある程度面白いと思うんだけど、そんなにこう自分がすごく好きなわけではないんだけど、うん、でも徹底的に見る、うん、そういうことをとにかくやるってことですね。であと例えば美術をやってるんだったらもう徹底に、うん、自分がちょっと興味があると思って作家だったらもう思いっきり調べるとかね、うんうん、もうとにかく大量に本を読むとか、うん、やっぱりそういうプラクティスですよ。ただ単に面白いことを思いつきたいなと思ってて思いつくぐらいだったらそれは誰だって、うん、それは天才です、うん、でしょ、うんうん、であの誰だって違うところはあるから、それをどういうふうにプレゼンテーションするかっていうのは、うん、それはスキルがだんだん、まあ、それは経験とかね、それも、まあ、そのプレゼンテーションスキルもいろいろあると思うけど、うんうん、それは自分にフィットしたものをいろいろ経験の中で見つけていけばいいので、うん、ただあの勉強してないとダメです、話にならん、ただそれだけです、うんうん、はい、うん、あのそれはもう全くお話にならないだけなので、うんうん、どんなことをやるについても、うんうんうん、だからまずはもう徹底的に勉強すればいいんじゃないですか、うんうん、あの興味があること、うんうん、自分のやる分野のところです、ね、やる分野っていうか、まあ、あの何でもちょっと興味があると思ったら全部やった方がいい、とにかく全部やるできるっていうのが若い時の強みでしょう、うんうんうん、あれですよ、あの興味があること、まあ、ちょっと例え話ですけど、うん、カフェに行って、あ、パンケーキ食べたい、あ、でもガトーショコラも美味しそう、うん、なんかどっちも興味がある、でも大体みんなその時にどっちか選ぼうとしちゃうんですよね、うんうんうん、やっぱパンケーキにしてた方がいいかなと、ガトーショコラとそういうこと考えると両方頼めばいいんですよ確かにそういう頼み方そういうのはそういう頼み方してるな両方買えばいいじゃん、うん、そうだそうだ、なんで選ぶのみたいな、
やりゃいいんですよ、とりあえず、うん、とりあえず気になるんだから、うん、そういうことですね。でやってない飽きるまでやったらね、そうそう、最後に残ったものが君にとって一番面白いの、うん、だし他人にとって一番面白いの、うん、だからもうね、僕はね、いろんなものに興味がなくなってきてるんですよ、うん、ある意味で、ある意味でよ、だからいろんな、ただあの人よりは多趣味だと思うわ、だけど、うん、いろんなことが興味あるけど、うん、まあ、ちょうどよくなったね、うん、でも若い時よりは、うん、若い時はもうとにかく何でも知りたいからとにかく教えてくれみたいな、うんうんうん、人に会ったらとそれは何なんですかみたいな感じで、うん、あのもうやばいやつだったんだけどどういうことですかとにかく知りたいみたいな感じだったんだよね、うん、なんだけど、あの今はもうやっぱり興味がなくなってきたけれども、やっぱりあらゆるものをとりあえず飽きるまでやってみた。あで、まあ、大体はこれ、うん、大体分かったかなと、俺は満足したと、うん、アニメとか漫画とかでも、うん、というところまでやったら、うん、もう OK なんですよ。僕の中で一応回答はできるから、その話はできるから大体ね、はいはいはい、でそこまでで OK、 あとはもう自分の興味しか残ってないので、うん、自分の興味だけのことを基本的にやると、うん、あの何て言うかな、あの手が余ってるので、あのいろんなこと思いつきますよいろんなこと思いつけるようになるね。あのそうですね、逆にね、あの思いつきすぎるから整理ができないの、若い時と俺は思ってるの最近は、うん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 、だから僕35になったんですけどね、はい、あのやっぱね、僕ね、脳細胞がね多分相当死滅してると思うんです。いや当然そうだよ、そうでしょ、あの細胞減ってるわけ。それさ、年上の人たちにさ刺さるからやめよういやでもね、そうなるんです。だから僕はそれっていいなと思ったの、要するに考え方がすごいシンプルになってきて、うんうん、表現とか非常にしやすくなっていくというか、だから僕は年を重ねるということはこういうことなのかと思ったね、あの、と、まあ、まあ思ってる最中だから、この後一気にだいぶボケるかもしれないけど、わかんないけど体力がなくなるし、なんかその自分のリソースみたいなことを計算するようになるんですよね、うん、あ、そうだね、あの酒を飲む量ちょっとそうそうそう注意、うん、注意する、なんかもう昔みたいにたくさん飲めないしみたいなことを考えるわけじゃないですか、うん、家帰れないと、それはどんどん終電だみたいな感じもうどんどん増えていくわけなんですけども、うん、まあ、あの、まあ、言ったら不自由になっていくわけなんですよ、うん、どんどん不自由になるとできることを選ばなきゃいけなくなるから、うん、その時に、自分が取れる最適の方法、最高のパフォーマンスみたいなものを選ぶわけですよね、うんうんうん、だから若い時ってまあ何でもできるから、要は今言ったように両方頼んで両方食べるみたいなことができるんだから、うんうん、とりあえず、興味があるところには突っ込んでいって、うん、まあ、勉強する本を読むでもいいし、うんうん、その業界に思いっきり身を浸してみるでもいいと思うし、とりあえず自分が、興味があることの、まあ、研究してもいいし当事者になってもいいし何をやってもいいんだけど、とりあえず行ってみる、やってみる、調べてみるっていうことをやり続けると、徐々に自分のそのなんか整理できなくても、うん、まあ、なんていうんだろう、それプールしてる空間みたいなところにいろいろ満たされていくので、うんうんうん、そういう逆に年取った時にそこから選ばざるを得なくなるから、その時までにいろいろ入れといた方がいいよっていうことなんじゃないですかね、うんうん、なんかめっちゃこういろいろあって興味の方法がいくつか試してやってるので、うん、もっとこう徹底的にやってみよう。はい、頑張ってください、はいまあそのところこんなところかね。ということで、来週ですかね、来週の金曜日に、ワタリウム美術館をお借りして、小林康夫さんという、あの表彰文化論の11日ですね、うん、ですね、お呼びしてお話しできることになったので、そちらちょっとあのワタリウムをお借りする、関係とかもありまして、ちょっと有料になっておりますけども、学生は1500円で、まあ、一般2000円で中学生以下無料ということで、やっておりますので、よろしければぜひそちらもお越しいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。